ウーアルハサン・アリーは、マリーン長の、第11代君主。スルターン・アブー・サイード・ウトマーン2世と、エチオピア出身の母の間に生まれた黒い肌の、持ち主であり、モロッコの黒いスルターンと呼ばれた。父アブー・サイード・ウトマーン2世の存命中は、フェスの留守を固めた。1331年に、父が没すると後を継ぎ、イフリーキーアを治めるハフスワサのスルターン・アブー・バクルの、 娘と結婚した。この婚人は、父が生前取り決めていたものであり、マリーン長とハフスワサの関係を深める意図があった。本来は、アブーバクルの娘ファーティマと結婚する予定だったが、結婚前に、ファーティマが救世したため彼女の妹を埋め取った。1333年6月、グラナダのナスル長のスルターンムハンマド4世の求めに、応じて、 五千人からなる軍を地中海を挟んで対岸にあるイベリア半島のアルヘシラスに派遣する。二ヶ月にわたる包囲の末に1309年以来カスティーリャ王国に奪われていたジブラルタルを回復した。ジブラルタル制圧の成功はナスル朝の宮廷にマリーン朝の影響力がより増すのではないかと恐怖を煽り、わずか数ヶ月後にムハンマド4世が グラナダ宮廷の貴族に暗殺される事件を引き起こした。ムハンマド4世の後を継いで、ナスル朝を継承した、ユースフ1世は、ムハンマド4世暗殺の経緯にもかかわらず、マリーン朝との同盟関係を維持した。1334年に、アブーアルハサンは、ギフアブーバクルの要請を受け、イフリーキリアに侵入したザイアーン朝のアブータシュフィーニ世と、交戦した。 1335年初頭、アルハサン指揮下のマリーン長軍は、ザイアーン朝の首都トレムセンに、西から進行、東からは、ハフスアサの艦隊が、援護攻撃を行い、タシュフィーニ一世は、トレムセンに撤退した。敵地に侵入したマリーン長軍は、トレムセンを、包囲、かつてスルターン、アブ・ヤークブ・ユースフが、トレムセンの南西に建設したアルマンスーラの街を、修復し、 ここを宿営地とした。1336年、または1337年にトレムセンの包囲を中断して、領地のシジルマサで独立を企てる兄弟のアブアリーの討伐に向かわなければならなかったが、1337年5月に2年に渡る包囲の末にトレムセンを陥落させた。タシュフィーニッセイと彼の兄弟は捕らえられて残殺され、 トレム戦線領から間もなく、ザイアーン朝の支配下にあったアルジェリア西部は、マリーン朝に併合された。輝かしい戦勝の後、1339年に、ナスル朝のユースフ一世から、カスティーリア王国撃退の援軍を要請される。モロッコから押し寄せた、多数のマリーン朝軍は、カスティーリアをアルフォンソ11世に敵対していた、ポルトガルをアフォンソ4世との和解を、 決断させるほどの脅威だった。1339年は、アルカンタラ騎士団、サンティアゴ騎士団とナスル長、マリーン朝双方の間で小規模の小競り合いが起きるに、とどまるが、翌年に事態が進展する。1340年4月、提督アロンソ・ジョフレ・テノーリオ指揮下のカスティリア艦隊が、マリーン朝の艦隊を撃破するべく、セウタから出撃した。 ムハンマドイブンアリーアルアザフィー指揮下のマリーン長艦隊はカスティリアの戦団を迎撃4月5日のジブラルタル近海で開戦が行われた結果はマリーン長の勝利に終わりテノーリオは戦死無事に退却できたカスティリアの艦船は5隻だけだった同年8月14日海上からの脅威が消えた後に海峡の向こうのアルヘシラスに軍隊と市長を送り 自らも大軍を率いてイベリア半島に上陸した。翌月にユーソフ一世が率いるグラナダの軍と合流しタリファの包囲に取りかかった。絶望的な状況に陥ったアルフォンソ11世はギフアフォンソ4世に助けを求め、向こうからの要請を受け入れた。アフォンソ4世はジェノバから艦船を借り受けて戦力を増強した艦隊を派遣。 ポルトガル艦隊によってタリファ包囲が解除され、モロッコからの補給船が立たれた。そしてポルトガル艦隊の攻撃中にセビリア近郊でアルフォンソ11世とアフォンソ4世の軍が合流しタリファ救援に向かった。マリーンアサ、ナスル朝のイスラム教軍とカスティーリアとポルトガルの連合軍は1340年10月にサラード側で交戦するが結果は イスラム側の敗戦に終わり、マリーン朝軍はアルヘシラスに退却した。この敗戦の後に、アルハサンは、イベリア半島については、防備に専念することを決め、マリーン朝の軍事活動の中心地は、北アフリカに移る。アルヘシラスは1344年3月に、アルフォンソ11世によって奪還され、マリーン朝が、イベリア半島に有する都市はジブラルタルのみとなった。 1346年にギフ・アブー・バクルがチュニスで没した後、ハフス町内では後継者争いが勃発したイフリーキーヤは分裂状態になり、王位を争う一派の中からマリーン町の支援を求める者たちが現れた。1347年初頭、ハフス朝から亡命した自重、イブン・ティファラー,ジーンの信玄を入れたアル・ハサンは、息子のアブー・イナー・ンファーリスに、 トレム戦を中心とするマグリブ中部の支配を委ね、闘進を開始した。マリーン朝軍はイフリーキーヤを早々に通り抜け、同年9月15日にチュニスに入場する。モロッコからチュニジアに渡る北アフリカ一帯がマリーン朝の支配下に置かれ、マリーン朝はかつてマグリブを支配していたムアヒド朝に匹敵する大国となった。しかし、 広大な領土を最後まで保つことはできなかった。マグリブ南部のカビーラの非友好的なアラブユー牧民に対して彼らの指導者が放置に有する権利を認め役人に投用することで怪獣を図った。1348年4月カイラワーン近郊の戦いでアルハサンはアラブユー牧民及び彼らの支援を受けたハフス町のスルタニアブアルアッバースアフマドとの 戦いに敗れ、その余波を受けて、チュニス、トレム戦におけるマリーン朝の権威は失墜した。タシュフィーニッセイのバッシアブーサイドウスマーン二世が、トレム戦を回復、ハフスワサの王子たちもコンスタンティーヌ、ボーナ、ビジャヤを拠点としてそれぞれ王位を主張した。マリーン、帝国は早くも崩壊し、ムアヒド朝の再建というアルファさんの夢は水泡に、返した。 1349年12月13日に、アルハサンはやむなくチュニスを後にするが、陸路は敵軍に阻まれており、回路によってビジャヤに帰還しようとした。しかし、船は嵐に見舞われて、損傷を受け、ビジャヤへの入港を阻止され、艦船は沈没して、将兵、艦船に同乗していた方学者たちの多くが溺死した。 数人の部下と共にかろうじてアルジェリアに逃れ、脱会に十分な数の軍隊を集めてトレム戦に向かうが、シェリーフ川付近の戦いでザイアーン朝の王子に敗れて計画をくじかれる。なお、最大半島を実現したマリーン朝の急速な崩壊について、チェコスロバキアのアラブ史研究者であるアイフルベクは、 人材と物資がに方向に分散していたこと、王朝内に存在していた、部族主義と地域主義、財政にかかる負担、国内の統制の不足を原因として挙げた。一方フェスでは、アルハさんがカイラワーンで戦死したという偽の報告を、信じたアブイナーンがスルターンを称しており、マリーン朝内にスルターンが二人並ぶ事態が起きていた。自身の支持者が、 息子の軍に破られると、アルハサンは、シジルマサに転身せざるを得なくなり、同地を拠点として、スルターンの地位を回復する機会を待つが、アブーイナーンの軍隊がシジルマサへと追撃をかけると、彼は、側近と共に、マラケシュに逃亡する。1350年5月、ウムウェルルビア川付近の丘の戦いで、アブーイナーン軍が勝利すると大勢は決し、敗れたアルハサンは、 アトラス山脈中のヒンタータ族のもとに亡命した。物資の欠乏と病によって追い詰められた偉大なるスルターンは、ついに息子への上位を認めた。1351年5月24日、アルハサンはアトラス山中の潜伏地で病死した。彼の遺体はアブーイナーンのもとへ届けられて、大規模な国葬が取り行われ、シェラにあるマリーン王家の墓場に埋葬された。 制服事業以外に、アブーアルハさんは、学芸と芸術の保護でも名を残している。即位前に、フェスに建設した、神学校、アッタラーンメデルサは、今日も姿を止めている。即位後に完成させた、建設物としては、フェスの絵、サファリジメデルサ、とウトマーン2世の事業を継いでシェラに建てた王家の、霊病などがある。また、制服地においても、 建築事業を推進しており、1339年にトレムセン近郊にあるウッバードの村に神秘主義の聖者アブーマドヤンを祀るモスクを建てた。チュニスへの遠征においては学者たちを帯同させるが、1348年のビジャヤ沖での感染の沈没によって、アブドアッラー・アッサティ・イブン・アッサ・バーグラ法学者も軍人たちと共に不慮の死を遂げた。 ありがとうございます。